はい、皆さんこんにちは、ロリエパティシエです。今日はバレンタイン企画として僕のおすすめするチョコレートケーキを紹介したいなと思っております。百貨店とか今サロンドショコラで本当にいろんな世界中のチョコレートを食べれますよね。ただ今回紹介するのはもう日本の専門店ばっかりです。やっぱり日本人の作るやっぱチョコレートケーキって非常にやっぱ美味しいと思うんで、それで僕が今まで食べてきた中でも本当に美味しかったチョコレートケーキを紹介したいと思います。まず一つ目はパティスリーコサイのヘーゼルナッツチョコレートマカロンです。去年宮崎に講習会でコサイさん来ていただいたんですけど、その時に食べたヘーゼルナッツのチョコレートマカロンが非常に美味しくて、マカロン僕もいろんなマカロン食べてきましたが、もうこんなに美味しいチョコレートマカロンは初めて食べたというぐらい本当に感動したマカロンでした。ヘーゼルナッツの香りが非常に強くて、チョコレートも絶妙で口どけのいいマカロンって今まで本当食べたことなくて、自分でも本当に作ろうと思うんですけど、あそこまではまだね、息に達してないという感じで一番おすすめです。続きましては福岡にあるチョコレートショップの博多の石畳です。もう本当に有名なスイーツですけども、もうお店自体は1942年創業ということで老舗のお店なんですけども、もう今でも本当九州ではもう非常に有名なお菓子屋さんで、その中でもやっぱり石畳博多石畳っていうお菓子っていうのはお土産とかでも非常に喜ばれますし、本当に美味しいチョコレートケーキですね。もう本当に何層になってるんだろうって思うぐらいのなんかスポンジで、その上にチョコレートかかってて非常に美味しいですね。僕も一度真似して作ろうかなと思ったぐらい本当におすすめのスイーツになります。で続きましてはモンサンクレールです。ね、モンサンクレールの中でもオネットっていうチョコレートケーキあるんですけども、チョコレートムースの中にねキャラメルサラも入ってて非常に美味しくて、非常に見た目も可愛いスイーツになってます。もう中身も本当にチョコレートムースとキャラメルサラの相性も非常にいいですし、まあもう言わずもがなモンサンクレールはもう名店で、僕行った時なんかもやっぱ外国人観光客なんかも非常に多かったです。まあもうそれぐらい本当有名なもう観光地になってるんだなと思いました。まあその中でもやっぱオネットっていうスイーツは非常におすすめですね。続きましてお菓子工房オペラです。こちらも福岡にある有名店なんですけれども、もうそこのオペラは本当に美味しくて、お店自体も広いですし、もうね浜田州とか非常に有名ですけど、やっぱそこはもうオペラさんのやっぱオペラですね。もう非常にもう有名ですけど本当に美味しいチョコレートケーキになります。で続きまして岡山にあるモーツァルトのザ・ハットルテですね。もう岡山の有名店で、まあザ・ハットルテっていうのは本当にお店の看板メニューだとは思うんですけども、チョコレートも濃厚で上にトッピングしてるトリュフなんかも非常に美味しいですし、もうそれだけでも本当美味しいなと思うケーキなんでね、ぜひぜひお近くの方はまあ岡山で本当有名なお店なんで行かれてみてはどうでしょうか。まあ以上が僕の本当おすすめしてるチョコレートケーキなんですけれども、女性の方はぜひぜひギリチョコでも本命でもいいので、男性にチョコレートをぜひあげてください。男性陣はね本当にチョコレート本当に苦手とかいう人いるんですけども、チョコレートもらうとやっぱ男性陣って嬉しいんですよね。ですのでぜひぜひチョコレート皆さんプレゼントしてください。それではまたバイバイ。もしよかったらチャンネル登録、作ってほしいスイーツをコメントしてください。